こんにちは。今日は三日月ネックレスとグリーンネックレスを植えていきます。寄せ植えの解体で出てきたものを使うのであまり綺麗ではありませんけれども、もしよかったら見てください。まずは三日月ネックレスからいきます。寄せ植えを解体した時に根っこごとごそっと抜けたので、そのまま入れていきます。釣り鉢や寄せ植えに入れておくとカリカリになってしまいますが、うちの花壇に植えている三日月ネックレスはこのようにプクプクです。寄せ植えや釣り鉢の土をもう少し考えた方がいいのかもしれません。大きな根っこを少し整理して缶に入れたら土をかぶせていきます。土を入れたら根の間に土がしっかり入り込むように棒のようなものでつつきます。反対側も土を忘れずに入れていきます。缶を叩いたり揺すったりしてしっかりと根の間に土を入れていきました。次はグリーンネックレスです。こちらはバラバラになっているので根っこを1本ずつ植えていきます。その後垂れている部分を土の上に置いたら、根が生えているところをしっかりと土の中に入れるようにしています。こんなに丁寧にしなくても土の上にバサッと置いて上から土を振りかけてお水を切らさないようにしておくとしっかりと根付くそうです。でも私はいつもこういうふうに一つ一つ一本一本、こうすることで早くきれいに根付くような気がしているのですが、さてどうでしょうか。これは同じような要領で去年の春に植えたグリーンネックレスです。垂れてきた枝の根の少し上の部分で切って刺していきながら増やしました。こちらも去年の春に植えた寄せ植えのグリーンネックレスです。水がよく吸えているのか、ひときわ大きくまん丸です。うちにある親株の一つです。去年の夏に与党中にかじられてしまいましたが、ここまで復活しました。これは我が家に初めて来たグリーンネックレスの親株です。最初は小さな鉢でしたが、ここまで大きくなりました。随分とたくさん垂れ下がっていますので、またカットします。今回は三日月ネックレスとグリーンネックレスを植える様子を見ていただきました。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。